はい、皆さんこんにちは。こんにちは。高橋金属人事課の坂田です。人事課の川内です。よろしくお願いします。今日はですね、新卒 2年目の社員の方へのインタビュー、パート2となります。品質保証部に働かれている方へのインタビューとなります。まあ、どんな仕事をしているのかっていうのを、どしどし聞いていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。楽しみですね。楽しみですね。多分緊張していると思いますけど。そうですね。皆さんの期待に添えたコメントがいただけるように、こちらも頑張りましょう。頑張りましょう。ちなみになんですけど、ここ、弊社の、A 棟の受付なんですね。ここが、新入社員もそうですけども、採用面接であったりとか、来社された時の、受付なんですよ。ここが、高橋金属のまず第一歩の場所になりますので、ぜひぜひ皆様チェックしてください。私も緊張しました。私も緊張しました。じゃあそれでは、早速インタビュー行きましょう。行きましょう。行きましょう。金属を見つけまして、会社の雰囲気が良かったので入社を決めました。ありがとうございます。はい。では中川さんは高橋金属でどんな仕事をしていますか？はい。私は品質保証部に所属しているんですけれども、製品が不良にならない仕組み作りであったり、お客様に不良が流れないような仕組み作りを日々行っております。ありがとうございます。はい。そんな日々、忙しい日々を送られていると思うんですけど、仕事のやりがい教えてください。はい、品質保証部の、業務は他の部署と多く関わりがあります。その中で社内と連携を取ってチーム一丸となって課題に取り組むところにやりがいを感じております。では中川さんはコミュニケーションがすごい得意なんですね。入社してからやっぱりそういうところを意識して業務するようにはしています。あ、いいですね。はい、では休日はどんな過ごし方をしていますか？はい、私は中学校から大学まで陸上競技をしてるんですけれども、社会人になってからも陸上がしたかったので、ちょっとお友達とチームを結成しています。その中でも今でも大会に土曜日、日曜日等の休日使って出場したりしています。大会何位ですか？昨年度は滋賀県選手権という大会があったんですけれども、チームのリレーで2位も取ることができました。すごい。すごいですね。はい、では最後にいっぱい学生が見ていると思うんですけど、熱いメッセージを一言お願いいたします。はい、高橋金属では明るくて元気な、社員を募集しておりますので、僕より明るい人を募集します。ではありがとうございました。ありがとうございました。なんで目が立ってるんですか？ちょっとドア甘くて外しました。